カモン大阪モンということでこちらです。もう目の前にいました。はい、松月ね、松月って書いてます。本当にね、よく通る場所なので。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こちら松月さん、はい、正しくは何というお名前でやられてるんですか？会社名はですね、なにわ育ち松月という名前でさせていただいております。なにわ育ち松月、はい、うちはもともと和菓子の創業なんですけども、はい、こちらはそのまあ一応洋菓子をメインに売るお店ということで。和菓子のなにわ育ち松月さんでいうと、はい、歴史ってのはどれぐらいあるんですか？うちでね、もう創業は70年ぐらいになるんですけども。70年、はい、すごいな。初代ですね、うん、初代の社長が岡山から自転車1台で、はい、まあ、あの大阪に出てきて、で、はい、まあ、美味しいものを皆さんにお腹いっぱい食べていただきたいっていうことで創業したのがこの松月の始まりですね。名物となるのは、はい、うちの名物はですね、こちらにあります、とら焼きでございます。出た、とら焼き。いや、よう見ますもん、やっぱり。ありがとうございます。で、これなんでまたとら焼き？名前の由来自体は、はい、まあ、この見ていただいた通り縞模様の、ついてる、まあ、はい、お菓子ですね。大阪らしいお土産、うんうんうん、大阪の何かこう名物で ありそうでないっていう、のがずっと、あったと思うんですけども、とら、はい、っていうのが、うん、実はすごい大阪にゆかりのあるもので。いやいやいや、もうタイガースでしょ。そうなんです、タイガースさんもそうなんですけど。いやいや、大阪城ご存知だと思うんですけども、はい、大阪城の天守閣にですね、はい、伏せ虎ですね、虎が伏せたやつが 4面、2匹ずつが4面にいるいる、はい、土生町の 薬の、はい、薬の神様ですね、の神野さんの、はい、ところにもその張り子の虎、有名な張り子の虎が、あるんですね。やっぱそういう結構大阪と虎っていうのは実はすごいゆかりのあるものだっていうので、こちらの2種類ですね、栗入りの粒あんと、はい、あとカスターですね。この2種類のカスター、カスタードクリームなんですけども、はいはいはい、名前つけるときにそのうちはカスターという名前でさせていただいております。へ、はい、この柄は、はい、どうやって焼いてるんですか？この柄は、もうどれ一つとして、まあ、同じものがないんですね。ちょっとまあ特殊な焼き方で焼いておりまして、はいはい、まあ、企業秘密なんですけども。ああ、じゃあそれちょっと教えてもらっていいですか？ですね、よ、こんな感じでどうですかと。むちゃくちゃ美味しそう。カスタードって言ってもなんか練ってる感じのカスタードですね。そうですね、なんか和っぽい見た目が。あ、本当ですか？はい。あー、なるほど。うん、しっとりの中に、はい、このカスターが、こ、言い方が分かんないですけど、この舌にまとわりつくような甘みがものすごく美味しいです、はい、ありがとうございます。粒、栗入り粒あんよりも甘みが強い分、はい、この側のしっとりの感じもすごく感じれる、はい、なんかちょっと大きいですか？ね、サイズは一緒なんですけども。サイズ一緒？はい、なんか大きく感じますね、どこから割っても。どこから割っても。本当ですか？いきますよ。おお、栗がしっかり見えるわ、これ。あ、でもこれ粒あんじゃない？そうなんです、あんこも栗のあんこなんですね。うわ、はい、そうきた。そうなんです、栗やね。本当に栗をそのままこして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 凝縮して、挟んだ感じの栗、はい、これ今見せてもらっていいんですか？はい、今ちょうどとら焼きを焼いておりますので、はい、ぜひご覧になってください。じゃあとらの、はい、模様の秘密が今わかるわけですね、はい、さようでございます。企業秘密ちゃうんですか？ですね、ホームページの方にも載せてますのでぜひ見てください。あれ、これとら焼きの皮ですか？そうなんです。あれ、あれ、はい、あれ、わかる、わかる、焼けてるだけ、縞模様になってない。そうなんです。え、
ぜひこちらから。じゃあちょっと最初からいきましょうか、はいはい、ここにまああの生地を、入れまして、はい、でここから絞り出された生地が出てきます、はい、でわこの紙を引いた鉄板の上で焼いていくんですけども、はい、この紙に秘密があるんですね。紙に秘密がある、紙、はい、が焼けることによって収縮するんですけども、はい、その収縮率でこの先ほど見ていただいた虎模様ができるんですね。要はそのしっかり焼けるところと焼けが甘いところといいますか、あのゆっくり火が入るところとか、そういう焼きムラでこの縞模様ができるようになってるんですね。はあ、ほんまや。うわ、虎柄になってる、はい、すげえ。はい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 、また行くよ。はいはい、すごい、本当に面白い。はい、これこういうことですよね。そうですね、このちょっとあのもう紙にもちょっと模様になってるんですけども、はい、はい、ああいうちょっと焼きムラといいますか、ね、これが、はい、じゃあまさきさん、はい、今出来上がったものをこちらに、はい、持ってきていただいたんですよね。さようでございます。よかったら召し上がってください。いただき、あ、あったかい。あったかいっすね。あれ、お店で食べさせてもらったのは、はい、しっとりとした感じでした、はい、こっちなんかもちもちとした食感になる、なんていうかな、逆に言うとちょっと固めな味わいになってる、はい、そうですね、焼きたてはやはり、うん、あのこうふわっとした食感がまず特徴なんですけども、うん、それをパッケージして、うん、まあ袋に入れることによって、うん、少しまた生地に水分が戻りまして少し柔らかくなるんですね。商品になってる方がそのしっとり感とカスターの、その甘みみたいなのバランスがいい、はい、じゃあ実際、はい、このトラキチのトラ焼き、はい、どこで買えるんですか。はい、まずこちら来ていただいてます工場、本社工場の直営店ですね、はい、それとあと福島の松月ですね、はい、それとあとはあの伊丹空港ですね、大阪国際空港、伊丹空港の方でも販売させていただいております。そうなんや、はい、いやでもほんまにこれ食べた方がいいですよね、はい、いや驚きますから。